なんだそれ。じゃんけんほい。じゃんけんほい。チャスフフスです。今回はボーダーゾーンさんに打ち初めにやってきました。開幕スタートしますが、打たれ初めです。敵さんの前線が上がっているようなので、フィブス左側へ展開します。入っていったFF 染めですね。ごめんなさい、声かけなかった、僕が悪い。とりあえず展開しようと思っていた左側に展開していきます。味方が止まっている位置からすると、敵さんはかなり近いのではと考えています。ここのフィールドさんは結構遠くまで車線が通るので、丁寧に覗き込んでから2個前ぐらいに1人います。教えていただいたんですが、2つ前がどこか分からず困っています。無事立つことができましたので、じわじわと上がっていきます。距離が近い細いところは結構当てにくいですね。復活してサイド左側から上がっていきます。ここは先ほどやられたあたりなので慎重に。距離があってお互い避けているので諦めます。いい感じに敵さんを削れてますね。ここで先ほどの敵を見に行ったところ、根気よくロックオンされてましたね。はい、続いては復活1回のフラグ戦ですね。このゲーム、復活方法がリスポーンに戻る以外にもあって、ちょうどフレチがやられましたね。このように近くの味方とグータッチで復活できます。どんな感じ？右側にね、いるの。聞いた浮遊物が間違いでした。右側からの進行を諦め、中央付近を進んでいきました。味方がやられたので、その辺りから敵が出てくるのではと思い、少し角度を深くして待ち構えます。攻めようとしていて、とっさの敵にやられてしまうは浮遊物あるあるですね。復活して今この辺り、敵さんを倒しましたが、グータッチで復活されるとリベンジされる気がするので、一旦中央に向かいます。前線も上がり、敵さんもかなり減ってきましたね。フィブス、このまま中央から進もうとしますが、車線が長くなかなか難しいですね。はい、続いても同じルールでフラッグ戦。左利きの浮遊物は左に展開しがちです。大外はよく敵が通るので、ここで一旦待ちますが、なかなか来ない上に前に味方が入ったので、浮遊物さらに左側から展開します。
結構ギリギリ届いた感じですね。左のオーストに敵さんはいなさそうなので、じわじわと前線を上げていったところ、この後リスポーン直後にあっさりやられてしまいました。この動画を見て冬のサバゲーは最高だと思った方は高評価チャンネル登録お願いします。愛人の壊れたフルーチにコメント欄でおすすめのエアガン教えてください。はい、それではじゃあねー。いやーエアガン壊れた。いてエアルピ壊れました。つい何買うの。何も決まってないんだよ。